まずそもそもストリートファイターとは相手をぶん殴って体力をなくすゲームです。で、相手の体力をなくすためにいろいろこういうコンボとか投げとか必殺技とかを出すゲームです。攻撃の種類はパンチ、キック、投げ、インパクトボタン、この3つがあります。パンチには弱中強、強弱があります。パンチにはで、キックにも弱中強の強弱があります。なのでまずここ格ゲー用語、強キックを出してくださいって言われたら一番強いキックを出してください。弱パンチ、中パンチ、強パンチ。なので中足って言われたらまずこれです。中足は中くらいの足キック。あのね、ストリートファイターって読み方があって、パンチって言ったりキックって言ったり足とか言ったりするのよ。大 P とか、大 P っていうのは大きいパンチで強パンチってことね。中 P、 中 P ってのは中くらいのパンチ で弱 P ってのがこれコパとかいう、コパ、コアシコパだったらちっちゃい足とちっちゃいパンチでコアコパって言ったりする。これはね、あの覚えてて損はないです。ストリートファイターやってて、たまにさ、コンボとかさ、やってって言われるとき、呪文みたいなこと言われるでしょ。コアコパ昇竜とか言われるじゃん。それのコアコパっていうのは、その、コアシコパンっていう用語です。格ゲーの。多分、やってたら分かってくる。で、格ゲーの人たちはそれを、はしょって言うから、コアコパ、竜巻とか、そういうのを言います。二強とかってのは何ですか？よく聞いてくれました。ありますよね？コンボ練習動画を見ていたら、二強だの、6P だの、ありますよね？それ何をその人たちが言ってるかっていうと、これのことなんですよ。このゲーム、そのレバーの方向があって9つあるんですよ。レバーにこれあるでしょ、レバー、これレバーあるでしょ、レバー。5が何も触ってない状態です。そう、電卓と一緒。5はニュートラ、何も触ってない状態が5です。コンボ動画とかにある N っていうのは何も触んないってことで、波動拳コマンドはだから 236P とか書かれてんだけど、下、右に斜め前、右パンチでパンチボタンのどれかを押すと出るよってのが波動拳で、数字はレバーの入れる方向って覚えましょう。格ゲー用語いっぱいあります。投げ、まず投げ、投げのことをグラップっていう人がいます。この世の中には投げはグラップ、いいですか。グラつぶしとかってなってくるとまた変わってくる。グラつぶしっていうのは相手が投げてきてるグラップを技で潰すってこと。相手が投げようとしてくるところをちょっとディレイかけてこっちの打撃を入れることをグラつぶしって言います。で、基礎的なことで言うと、どうやってガードすればいいんだって簡単です。後ろに下がるだけです。そう、後ろに下がるとこうやってガードできます。で、このゲームガードしたら食らいません、ダメージを。でもガード3種類あって、パリ、立ちガード、しゃがみガードってあるんですけど、立ちガードはまずジャンプ攻撃をガードできます。だけど、じゃあそんなもん、じゃあもう立ちガードでずっとやっときゃええやんっていう人いるでしょ。でも奥が深いんですよ。立ちガードをしてるとなんと下段技っていうのが当たってしまうんですよ。基本あの全キャラついてます、下段技は。だから立ちガードばっかしちゃいけません。なのでしゃがみ攻撃をガードするためには、じゃあ何をすればいいか、今度はしゃがみガードをしないといけないんですよ。はい、下段攻撃って言います。こういうの、下段はしゃがみじゃないとガードできません。そう、じゃあのしゃがみガードばっかしてると食らうのが今度は空中攻撃。空中攻撃は全部中段になってるので、しゃがみ攻撃には食らいますっていう。だからしゃがみガードばっかしてると負けます。なので相手が飛んだら立つ、相手が地面にいるときはしゃがむっていうのを癖つけましょう。じゃあジャンプしか中段ないじゃんって思うでしょ、みんな。でもこのゲーム極悪で、なんと地面からの中段もあるんですよ。これが俗に言うオジチェック。これを打たれたときはガードしてる側は立ちガードしないといけません。ちなみに格ゲーでこの動きは超強いです。キャラクターによって中段ってあの1個か2つしかないんで、これが来たら中段来るなっての頭に入っとけば見てからガードできるんで。なので相手がジャンプしてきたら立ちガード、相手が地面にいるときはしゃがみガードを意識しましょう。じゃあ下段中段って振ったら強いってことですか？めちゃめちゃ強いです。死ぬほど強いです。下段から中段は剣で言ったらマジこれだね。ガード硬いなって時は中段を織り交ぜながら攻めていくと当たったりします。じゃあそれだけやってたら勝てるんですね。ところがどっこい、中段ってガードさせて有利な中段ってあんまないんですよ。ほら、これ反撃もらうんですよ。なので中段って結構打つ側が損する時が多いです。
そう、中段は出が遅かったり、そう、結構使いづらい技ではあんの、中段って。基本中段食らってもあんまり痛くない時の方が多いです。で、次進みますよ。ほんなら一生ガードしてれば勝てるやんけこのゲームって思いましたよね。ですがね、ガードに勝てる最強の技があるんですよ。投げなんすよ。ガードばっかしてるとこの投げが入っちゃうんですよ。なのでガードし続けても弱いです。抜けたいって時はこのゲーム投げと投げは相殺できるんですよ。実はそう、実は投げと投げは相殺できるんですよ。で、相殺したらどうなるの、じゃあこれアイコって言うんですけど、アイコの時はなんと見てください、距離が離れるんですよ。これでかいんよ。ここら辺の距離で一生攻撃食らうのってさ、すごいストレスじゃんこうやって。でも相手の投げを一回読んだら離れるんですよこのゲーム。なので投げに勝てるのは投げです。だけど投げも負ける時があります。それが何かというと打撃です。これ見てください、右の人の入力なんだけど今投げ入れてんのね。なんと打撃が勝つんですよ投げって。実はそうそう、投げって押してから投げるまでなんか猶予があって、その間にコパンを振られるとこういう風に負けるので、じゃあ殴っとけばいいやんってなるじゃん。この俺の打撃を読んでガードすると、ガードして、そうガードすると離れるんですよこうやって距離が。なので一生攻めることはできませんこのゲーム。どっかに隙が生まれます。起き上がりにガードせずに一生攻撃食らう、これマジで初心者の人がよく負ける理由。ダウン取られた後にガードを入れずに一生打撃を押してんの。ほらめっちゃ打撃入れてるけど、置き攻めが成功したら打撃って負けるのよ。だから起き上がる方は攻撃連打せずにずっとガードするか投げを見るかっていうのをした方がいいので、ここの投げと打撃はもうじゃんけんです。置き攻めはじゃんけんです。今俺が投げを押したので打撃に負けました。で、次もう一回あの弱パン連打して、でも俺がってやったら俺が勝つんですよ。でもじゃんけんって操作することができるの実は。なんでかっていうと、一生投げてくるやつ、これさあ皆さん2回投げが入りました。この後投げを食らった方は何を考えますか。また投げが来るって思っちゃいますよね。これがマインドする、ゲームをマインドする、自分の手のひらで踊らせるってことなんですよこれが。だからそういうのの駆け引きを楽しむのがストリートファイターです。置き攻めは生き毒です。なので相手がダウンしたらちゃんと置き攻めをして卓をかけてください、ちゃんとこういう風に。なので置き攻めは行く、で攻撃を食らった後はしっかりガードする、で相手が投げてきたら投げを入れてくださいちゃんと。これが打撃と投げとガードの3すくみです。これがじゃんけんポンです。でこれを読み切った時とかが超気持ちいいの。次見えますか、はい、はい、皆さん、はい、俺のこの横にある緑のゲージありますね、この俺のこのこれありますね皆さん、このゲージっていうものがドライブゲージっていうものなんですよ。このドライブゲージを1本使うことによって、2本使うことによって強い波動拳を出すことができます。自分が持ってる必殺技の強化ができます。でそれが6本あります、最大で。それをやったらじゃあ何ができるんだいというものがあるんですけど、普段繋がらないコンボとかが繋がるようになります。この技あるでしょ、これ普通のこれだと拾えないんだけど、EX にするとこれ拾えるようになるんですよこうやって、っていうものがいっぱいあります。どのキャラでもドライブゲージを使うと技が強化されて、いつもより長くコンボが伸びたりします。でまだあります、ドライブダッシュっていうあのスト6から追加されたシステムなんですけど、こういう強い技、相手に一生攻めたりすることができるのもドライブゲージで使うことができます。そう、このドライブゲージっていうのはそういうのに使います。で次下、この俺の横にあるやつね、このこれが俗に言う超必殺技ゲージです。でどのキャラにも3つあります、超必殺技。まずこれが1本、剣で言う超必殺技のゲージを1本使う必殺技で、これが2本使う必殺技で、最後に3本使う必殺技。これあの全キャラあります。で全キャラ持ってる超必殺技の
効果が違うので、それは自分が使うキャラの超必殺技の説明文を見てください。よく。お、 CA と3の違いは、いい質問ですね。今必殺技3ってなってるじゃん。でこの状態で必殺技出すと、これバン、見てて、これ昇竜拳でダダダダダダダーで終わりじゃん。これで終わりじゃん。でもこのゲーム一発逆転チャンスがありまして、この HP が 25% 以下の時に超必殺技を打つと、なんと変わります、性能が。見てて、さっきこれで終わってたじゃん。でもバコンって殴るモーションが増えるんですよ。これダメージ変わってます。これどのキャラも死ぬほど減りますっていうのが下のゲージの意味です。で次インパクト、おもうほんまに面白いやつ、これマジ最強です。画面端だったらガードされたら、なんとコンボが入ります。え、何その技、超最強じゃん。ゲージ1本でさ、しかもアーマーがついてんの最強じゃん。見ててください、いきますよ。自分が押した後に相手が押すと負けます。俺今作のスト6、若いやつが有利だと思ってる。これもうただの反射神経です。はい、投げでも返せます、攻撃食らうまでだったら。そう、しかもこれ みんな上の緑色のゲージ見てて、いくよ。はい、もう2本ぐらい減ります、食らっただけで。ドライブゲージが本当になくなっちゃうので、これマジで押すのはいいんですよ、押してる側はいいんですよ。でも返され始めたら押すのを躊躇してください。ハイリスクハイリターンです。そうで、でも今こうやって出してるだけじゃん、こうやって。でもこのゲームキャンセルっていう概念があって、このゲーム波動拳ってあるでしょ、こうやって。これってさ、今そのまま出してるじゃん。でこういう技あるじゃん、中足とかで、この中足と波動拳を合体させます。しゃがみ中足を押した後に波動拳を入れるとコンボになるんですよ。これがストリートファイターの面白いところ、キャンセルの概念です。これ合体したらじゃあ何ができるのっていうと、こういう風にコンボが伸びます。でもじゃあもう強い技に強い必殺技をずっとキャンセルしてればいいじゃないかっていう質問ありますよね。こういう技とかもう こんなのも強いじゃないですか、こういうのも。じゃあこれの最後に波動拳入れればいいじゃんってみんな思うよね。でも通常技には2つ種類があります。キャンセルできる通常技とキャンセルできない通常技、この2つあります。ちなみにこれはキャンセルできない通常技です。いいですか。でこれはキャンセルできる通常技です。キャンセルできる通常技だと最後昇竜拳で締めたりすることができます。でキャンセルできるとじゃあ何ができるのっていうのがありますけど、これわかります？わかる？キャンセルできる技にインパクトが当たったら超簡単に返せるんですよ。だけどキャンセルができない技にインパクトを当てられると確定で食らっちゃう。でこのゲームってこういうめっちゃリーチの長い技って基本キャンセルがかかんないのよ、こういう技で。こういうのをブン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 振ってくる人がいるじゃん。でもこれって実はインパクトがあるせいで弱い動きに なる可能性があるのよ。こういう技ブンブン振ってるとこういう風にインパクトに負けるんですよ。なのでインパクト押された時にキャンセルできる技を振ってたらインパクト頑張って押そう。で次、じゃあフレームっていうのは1秒を60分割したものの1個を1フレと言います、このゲームでは。でストリートファイターのフレームの中にはプラスフレームとマイナスフレームっていうものがあります。この技ありますでしょ。これをガードされた時、ガードした時見てください、みんな下の方。発生10フレーム、全体31フレーム、硬直さマイナス2フレームってなってるでしょ。基本お互いフラットの状態が0フレームです。でマイナス2っていうのは相手よりマイナス2フレーム遅く動いちゃいますよっていう意味なのね。でこの技を出すためには10フレーム消費しないと出ませんよ、10フレ技で。このゲーム一番早いのでもう4フレ技しかないので。じゃあ次、これあるでしょ、これ
今これ打ったらマイナス10フレームなの。今何ができるかというと、これ相手のこの発生フレームってあるじゃん、10フレーム以下の発生フレームの技が何でも入るの。10フレーム動けないの、出した方は。ガードも投げも必殺技もできないの、食らうしかないの、もう本当にカス。なのでガードされると、そう、こういう風に反撃をもらいます。でもこのゲーム最初に言ったよね、弱中強、基本弱、ガードされてもマイナス1フレームで、このゲーム一番速い技でも4フレームからしかないので、技が反撃ないんですよ。マイナス1は中パンチ、これもマイナス2フレーム、これも反撃ありません。大パンチマイナス2フレーム、反撃ありません。なのでマイナス4フレ以下だったら大丈夫です、このゲーム実は。でたまにいるじゃん、強キャラ強キャラって言われてるキャラクターたちがいるじゃん。そいつらがなんで強キャラって言われてるかっていうと、めっちゃ性能強いくせにガードされても反撃がない技を持ってるやつらはめっちゃ強いんですよ。これがストリートファイターでいう強キャラ。今ドライブインパクトとフレームの話したんだけど、次これパリーって言うんですよ。ガードの時にさ、教えたさ、このゲームにはガードする方法が3つありますって言ったでしょ。立ちガード、しゃがみガード、パリーの3種類あります。パリーボタンめっちゃ強いです。パリーボタンなんと下段中段概念がありません。これ全ガードです。何でもガードできます。ちなみにインパクトも吹っ飛ばされません。そう、めくりも大丈夫です。ほなずっとパリーで無敵やな。ところがどっこい、パリーって戻るのが超遅いのよ。ほら見てて、俺ずっと後ろ入れてんだけど、だから死ぬほど投げに弱い。なので起き上がりにパリーを連打するのめっちゃ弱いんで気をつけてください。じゃあどんな時にパリーやるの。こういう時なんすよ。遠距離のパリーは OK です。なので全部パリーで受けようとしたら大変なことになります。でもパリーってただのガードだよね。じゃあ普通のガードで良くない。利点があるんですよ、パリーガード実は。むずすぎだ。こうやって2フレ猶予の相手の攻撃が当たるタイミングと同じタイミングでパリーを押すと、ジャストパリーって言って世界が止まります。で何でも入ります。でもジャストパリーした後のダメージはちょっと少なくなっちゃいます。だからパリーっていうのはそういうので覚えましょう。であともう一個あんのよ。このゲーム通常ガードしてると見てドライブゲージが減ってくの。何もしてないのに、何もしてずにガードしてるとゲージが減ります。いいですか。でもパリーを押すとゲージが減りません。いいですか。なのでこのゲーム一生ガードするの弱いです。減るんでドライブゲージが。じゃあ一旦ここまでで、何か質問ある人。バーンアウトって何ですか。君いい質問するね。バーンアウト、このゲームで一番なりたくない行動です。このゲームゲージを使いすぎるとバーンアウトってなります。これ何がしんどいかっていうと、相手の攻撃してくる技あるじゃん、これを食らうんだけど、さっき言ったさフレームの概念あったじゃん、何フレーム遅く動くみたいな、それが増えてしまいます。今マイナス5じゃん、バーンアウト中に食らった技マイナス5じゃん。攻撃してみて、ほらバーンアウト中じゃない時に食らうとマイナス1なのよ。マイナス1の技がマイナス5になるんだよ。やばくない？やばいぐらい不利になるの。プラスガード中ダメージ食らうようになります。なんとこれ死ぬほど、通常技は食らわないんですけど、相手の必殺技を食らったら死ぬほど減ります。なのでこうなったら逃げましょう。頑張って逃げて回復を待ちましょう。上手くなってくると逆にコンボしてる方が時間稼げるから攻めろって思う人もいます。でもバーンアウト中に唯一いつもと同じ技があります。 SA だ。そうなんですよ、唯一バーンアウト中でもいつもと変わらぬ性能強さをしてるのが SA なんですよ。信じられるのは SA だけ。もしバーンアウトをねしてしまったら SA 狙ってもいいですよこれ。で次ドライブダッシュ、パリー押して前ダッシュするとドライブダッシュってのが出るんだけど、ドライブラッシュか、ごめん、ドライブラッシュってのが出るんですけど、ドライブラッシュ中の中パンチは性能が変化して4フレになるんですよ、プラスが。
めっちゃプラス取れるようになるんですよ。これめっちゃ強いです。今回からストリートファイター相手に無理やりこういう風に触りに行けるようになりました。でちなみに豆知識なんですけど、ドライブダッシュキャラクターによって性能が違います。前ステップに依存します。ドライブダッシュは画面端からどんぐらいいけるかっていうと、いくよみんな、ここ画面端ね、いくよ、これね、見た？はい、次ザンギエフして、これね明らかにスピードが違うんですよ。この速さで殴れるのよ DJ って。ほらもう距離も短いでしょ。ドライブラッシュ 2種類あって、これが生ドライブラッシュで、もう1個あります、キャンセルドライブラッシュってのがあります。さっき俺がさ、あのこのインパクトの説明するときにさ、キャンセルかかる技がありますよって言ったじゃん。でこれと一緒でドライブラッシュもキャンセルで出すことができます。ドライブラッシュすると何ができるかっていうと、こういう風にコンボをつなぐことができます。普通この中パンあるじゃん、しゃがみ中パン、しゃがみ中パンからコンボはもう基本こういうのしか入らないわけ、こういうのしか入らないわけ。でもキャンセルドライブラッシュを使うとこういう風にコンボを伸ばすことができます。ゲージを3本使うんで、これやりすぎたらバーンアウトになるので注意してください。